生活が変わった。環境が変わった。ちょっと戸惑いを感じている私。でも、変わらない安心もある。あ、またあのオレンジ色のバスがやってきた。私がいつも乗るバスは、明治産業のラッピングバスらしい。ラッキーシートに座れたら、その日はいいことがあるんじゃないかと期待してしまう。明日もまた乗れるかな。あなただけのプラスを提供する明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡アジア美術館で開催中の特別展、ヒンドゥーの神々の物語を特集します。スタジオには当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。久しぶりにアジビさんに伺いましたね、はい、もうね待っておりましたよ、もうコロナ禍においてですよ、なかなかアジビの取材がいけない、もうこのフラストレーションをついに果たしてくれる企画展が開催中でございます。まあ皆さんご存知、あの地下鉄の中洲川端駅からもうすぐ上、はい、リバレインの中にございますが、あの改めてちゃんと言いますけど、アジアの近現代美術を系統的に収集する世界で唯一の美術館ですからね、福岡にあるんですよ、ね、すごいんですよ、1999年以来ずっとやってるんですからね、いやこれ本当福岡のね宝オブ宝だからね。本当これちょっと、ね。宝オブ宝だ、ね。本当にちょっとこれはね、あの皆さんね、あの注目していただきたいところですけれども。マックスの曲が今ちょっと頭に浮かびましたけど。すいません、はい。はい。で、あの、今開催中なのが、今回ご、あの特集でもご紹介する、はい、ヒンドゥーの神々の物語ということで、はい、3月29日まで、開催中の展覧会でございます。はい。で、まあ、ヒンドゥーと、ヒンドゥー教の、はい、神々といえば、いろんな神様が本当にたくさんたくさんいるわけですけれども、で、その、神々の、まあ、物語ということで、まあ、その、古くは、先史インダス文明の出土品から始まりですね、近年の、その本当ポップカルチャーに至るまで、まあ、そのヒンドゥーの神々というものが、はい、まあ、どのように、形を与えられ、で、そして、あの、皆のイメージとしてはその定着していったかみたいなところも含めてですね、はい、かなりいろんなアングルからですね、触りに行く、もうね見応え満点どころじゃない、あのね、あの100点を優に超えている見応え祭りみたいな展覧会になっております、はい見応えももうヒンドゥの神々のようにたくさんいろんなところにね、はい、あったりしますし。えらいことでしたね。あの、今回、章立てされておりまして、はい、あの、中尾学芸員にお話を伺ってるんですが、はい、あ、一応あの、一章の部分から順を追って、伺っているんですが、しっかりとお聞きいただきたいと思います。はい。まずはインタビュー前半をお聞きください。三尾さん、はい、今回もギャラリースペースのど真ん中に、いやー嬉しいもんです ね本当に美術館の中で今、放送の収録をさせていただいておりますが、はい、学芸員の中尾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、今回がヒンドゥーの神々の物語、はい、我々拝見させていただきましたが、はい、いや本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。本当、もうなんか生言ってね、なんかそう四五十分でちょっと一度見させてくださいって言ってね、はい、下見の時間を完璧に見誤りましたね。いや、これ、1時間で見れると思った自分たちがバカでした。バカでしたね。これ、ちゃんと見るんだったら、やっぱ割と3時間コースですね、これね。ですよね、中尾さんね。そうですね、3時間。はい。お願いします。あの、まずは、ま、今回の展覧会が起こった経緯、はい、内容、概要などについて伺っていきたいんですが、はい、まあ、まずびっくりしたのが、すごい展示の数だなって思ったんですけど、はい、これって、はい、所蔵されてるものじゃないんですかね。ですね、ちょっと詳しい点数は覚えてないんですけども、はい、大体所蔵してるのが多いです。はい。ただ、あの、黒田豊さんという、まあ、個人コレクターが、はい、まあ、千葉におられまして、うん、あの、サラリーマンコレクターなんですけども、その方が、多分、まだ、それも数がわかんないんですけど、まあ、4,000〜5,000点ぐらい、うん、作品をアジア美術館に寄贈していただくってことになってですね。はい、で、まだその、まあ、全部が、あの、アジア美術館の所蔵品になってないですけど、その、なったものと、これからなるもの含めて展示してあります。はい。で、それが、まあ、展覧会の超、まあ、中心になっているって感じですね。今回の展示は、500点およそ。そうですね、500点弱ですね。はい。
それでも多いなと思って、すごいなと思ったんですけど、4、5000点お持ちなんですか？すごいですね。でもそのサラリーマンコレクターの方は、実際その どんな風にして集めてらっしゃった方なんですか？なんかですね、まあ多分40年ぐらい前に、なんかインドに、まあフラッと行かれて、でその時は、なんかそこまで心惹かれなかったらしいんですけど、はい、なんかじわじわとですね、やっぱりなんかこうインドの美術に対して、すごい興味を持ってきて、うん、それがもう何十回もですね、まあ2年に1回ぐらいの間隔で、もうインドに行っては、なんか作品を買ってきたりとか、いう感じなんですね。そう、その黒田さんっていう方が、その金銭に触れたものをそのいくつど手に入れてらっしゃったものたちってことですよね。まあ、そうですね、うんうん。ということは、まあ、その、手に入れるときは、その時代とかそんなにもちろんね、調べたりなさいませんよね、多分。そうなんですよね。なんかもともとは、なんかそのバルマープリントっていう、なんか20世紀初頭ぐらいになんか刷られた、大量に刷られた、インドの神様のポスターがいっぱいあるんですよね。で、それがどうも一番初めの、まあ、きっかけだったみたいで、で、そこからもうコレクションがスタートしたんですけど、まあ、黒田さんのなんか、すごいやっぱすごいところは、もうそれになんか全然収まってなくって、うん、それにつながっていく他のイメージとか、商品であるとか、あるいは書籍とか、うん、もうなんかもう、ちょっとね、なんかおかしいんじゃないかなっていうくらい、なんかこう集めていかれたってことなんですよ。だから、ある意味その素人の趣味コレクションの域を超えた、割とその博物的な、ちゃんとこの文脈を意識した、そのコレクションに、まあ徐々にだけど確実になってったっていうこと。そうですね。それはもう全然計画されてはなかったと思うんですよ。初めはですね。すごいな。うん。すごいし、まあ、こう言うとあれですけど、すごい素人がいましたね。すごいですね。でも、いや、僕なんか本当に、なんかそのコレクションの、まあ、数とかもすごいんですけど、はい、やっぱその、なんか熱ですね。熱量っていうのがやっぱりすごいなと思って、で、しかも、まあ、まあ、サラリーマンコレクターって言ったんですけど、もともとやっぱ出版関係に勤めている方だったんですよ。なので、やっぱり印刷物っていうのに、やっぱすごい職業から関心持たれたっていうのはあって、作品の、まあ、収集は、まあ、印刷物多いんですね。であとは、やっぱすごいなと思うのは、まあ、それとともにですね、その、例えば、作品に関係している、なんか外国語書籍とかも、はい、かなり大量に購入されてるんですよ。すごい。だから、これちょっとわかんないなと思うと、それに関係してる本ここにありますよ、とか言うので、で、それも一緒にアジア美術館にこう寄贈していただいてるので、なんかまあ、一応こう調べようとすると、それに関係してる文献がいくつか、もうすでにアジア美術館にあるっていうような状態になってますね。ある意味だからまあその中尾さんがまあこの展覧会をご準備されるプロセスは、黒田さんがそのものを集めていって、ものを後ろから追っかけるみたいな作業ですね。あ、そうですね。こうかなりもかなり遠いところにも周回遅れというか、何周も遅れてる感じですよね。いやでも実際美術館としてその寄贈をいただいたとして、でもやっぱ最初はその要はある種のその作品の真贋だったりとか、そのどういう価値のあるものかっていうのの、まあその海のものとも山のものともわからないものも含まれてるわけじゃないですか。そこの整備からしていくっていうのは相当な作業だったんじゃないかと思うんですけど。いやー、でもですね、まあ、ある程度黒田さんがですね、こう整理されていたっていうのはあるんですけど、でもやっぱりですね、黒田さんに聞いてもどこで買った、いつ買ったっていうのは覚えてられるんですけど、そのもの自体がですね、どういうものだったかっていうのが、やっぱわかんないのが大量にあったんですよね。それ調べるのが、いや、本当大変でしたね。本当に。ちょっと期待も高まっていきますけど。はい、今回だから5章ですかね。5章に分かれた展示になっていて、まあ1章から順に、まあなんかその構成されてるわけですけど、これちょっとどういうこうフレーミングになってるのかっていうのをまずちょっとお聞きできますかね。はい。まず序章があって、でそこから1章から5章なので、全部で、まあ6章立てになっているんですけども、これはまあ単純にですね、古いところから新しいところに、言ってます。なので、序章はやっぱ古代なんですよね。インダス文明ってなんか聞いたことあると思うんですけど、なんかそれよりさらに古い時代に、作られたものが展示してあります。で、それからまあ一番最後の5章になるともう現代の、まあ、デジタルで作られた、作品ですね。そういうものを展示しているっていうのがまず一つなんですけど、
単純になんか時代で区切ったわけではなくて、もう一つ重要なのが、何を使って作られているのか。つまりその素材と技法なんですよね。うん、例えば序章の部分は土器とかなので、主にこう土で作られているものが多いんですけども、それ以降になると、まあ、紙の上に描かれたものであるとか、布の上に描かれたもの。で珍しいものではあのガラスとか、雲母って呼ばれる鉱石に描かれているものがあると。でそうしてこう時代をですね、まあ、新しくなっていくに従って、使われる素材とか、うん、その量、数であったりとか、うん、あるいはその誰に対して作られているのかっていうのが結構変わってくるんですよね。なるほど。だそういったこう変わっているその変遷を追っていくっていうのが、うん、まあ、結構その、まあ、今回の展覧会のまあ狙いなんですね。うん。あと、序章の段階だと、その宗教としてのヒンドゥーはまだ、なかった時代というか。そうそう、そうなんですよね。なので、その、まあ、ヒンドゥー教がインドに入ってくるので、紀元前1500年とかぐらいなんですけど、それ以前にですね、インダス文明って、なんか多分聞かれたことあると思うんですけど、うん、ありました。それはまあ、今のインドの中心じゃなくて、パキスタンとかあっちの方なんですけども、で、なんかその時代の出土品が今展示しているんですね。で、ここで結構、まあ、重要なのは、これがまあ、そのヒンドゥー教が来る前のものであるということなんですね。うん、で、そこにその、作られているものっていうのが結構その女性像であるとか、うん、牛であるとか、魚とか、うん、何らかのこう豊かさを象徴しているものが作られているんですね。うん、で、その時実はですね、まだ文字がなかった。で、インダス文明にしても文字はあったんだけど、まだ実は解読されてないんですよ。なので、どういうふうな宗教を持っていたのかっていうのは分かんない。だけど、何かしら、何かこう信じるものがあった。祈る、多分祈っていただろうっていうのが、多分まあ想像できるわけですよね。だから、そこっていうのは実は結構面白くって、その、ヒンドゥー教っていうこうシステム化されたこう宗教体系っていうのが、ある前の、もっとその生の僕らのこう自然な、なんかその感情、例えばなんか自然に対する恐れたりとか、うん、何か希望を持ったりとか、うん、そういうのが祈りっていう形で、何らかのこう、まあ、行為であったりとか、うん、なんか物が必要となってくるって、うん。そういうなんか素朴ななんか信仰を、うん、実はなんかその序章のところで、なんか見てもらいたいなっていうのが、こう、まあ、その裏テーマとしてあるんですよね。なるほどな。いや、まあ、今回の展覧会のタイトルがまさしくそのヒンドゥーの神々の物語っていうところで、やっぱり今おっしゃったみたいに、その要は、まだその神々が神々の姿をする前の、もうちょっと原初的なその祈りのあり方というか、その源泉みたいなものをあそこに見ることができるってことですよね。いや、なんか実際割となんかその、てらいなく、正規を思わせるモチーフだったりとかもあったりして、うん、なんかやっぱ本当、なんか、やっぱり子孫繁栄とか、その五穀豊穣みたいな、まあ本当に純粋にその自分たちの生命活動を豊かにしていくっていうことへの祈りは本当に、結構切実だったんだろうなっていうのもありますよね、あれね。なんか多分昔、古代の時代っていうのは、すごい苦しい、世界だったと思うんですね。うん、というのは、こう、人が生きていく上で、いろんな怖いものがいっぱいあった、うん。動物にしても襲われるかもしれないじゃないですか。うん、そういう意味では、生きるってだけ多分すごい大変だったと思うんですよね。うん、だからやっぱり何かのこう希望を込めて、なんか祈ったりするっていうのは、なんか当たり前だったんじゃないかなっていうふうになんか思うんですよね。うんうん、もう明らかにその祈りを捧げる用のものがあったってことですもんね。その、うん、その他の用途じゃなくてね。うん。で、なんかそのヒンドゥー教っていう宗教を考える上でも、ヒンドゥー教ってやっぱすごい古い宗教だと思うんですよね。うん、で、まあ、紀元前1500年とか言ったんですけど、その時はバラモン教っていう形で入ってきて、うん、それがヒンドゥー教っていうのにもよりこう大衆化された宗教になっていくんですね。うん、でもとりあえずそのルーツがすごく古いですよ。うんなんかさっきのお話ししてて、なんかこう、神様とかすごい人間臭いですよねっていう話とか出てたと思うんですけど、うんうんうん、だから古いからこそ、その当時の、なんかその、初めの人間の感情っていうものが、なんかそのままダイレクトに、なんか神話とかに入ってるんじゃないかなって僕は思うんですよ。なるほど、なるほど。なんか一方、例えばキリスト教とか、そういう一神教ってもうちょっと論理的だったりするじゃないですか。はいはい、だからそういう論理的に、
合理的、合理化される以前の生な感情っていうのが反映されているので、多分すごい人間臭いのかなっていう気がするんですよ。驚くほどのね、あの、不条理がもうね、あちこちにね、現れている神々の話なのにっていうね。あ、化身多すぎとかね。ね。でもなんかその神々っていうものを本当それはどういうふうに捉えるかっていう話でもあるから、うんうん、なるほど、でもそれはなんか、あの、その、それを考える意味でも、まずその土器の時代の現れから、なんかそれを辿っていくっていうのは、うん、なるほど、こういう構成だったのかっていうのが今すごいなんか、腑に落ちる感じがしました。やはりこう、そこの町にというか、その場所に生きる人々にすごいやっぱり根付いていったんだなっていうのが、うん、それこそ、あの、着せ替えのやつとか。ああ、やったね。ね、うん。雲母。雲母絵ですね。雲母絵ですかね。それがまあ言ったその土器の次のコーナーにあの展示されてたわけですけど、あそこのコーナーはどういうものたちがあるというふうに。あ、ね、第一章のところは、うん、インドサラサって呼ばれているものと、うん、細密画、あとガラス絵、雲母絵って呼ばれるものなんですね。うん、で、実を言うとこれらのものは、やっぱりそのお寺とかに、展示されていたりとか、あるいは王様とか貴族とか、うん、やっぱりかなり特権階級の人向けに作られていたじゃないかなと。うん、つまり一つ一つがやっぱり高価なもので、うん、すごく制作にも時間がかかるものですね。うん、特徴としては、なんかキラキラした素材を使っている。うん、例えば金であるとか、うん、あとガラスとか雲母っていうのも、やっぱり光を反射してキラキラするじゃないですか。うんうん、で、そのキラキラしてるっていうのが、多分すごく意味を持った、なんか時代なんじゃないかなって思ってるんですよ。はいはいはい、つまりやっぱりこう、なんか神様ってやっぱすごいこう、神聖なものじゃないですか。うん、で、まあ、神様の像が置かれてるところにしても、やっぱりその神聖な空間として演出されなければいけないですよね。そういう時に、やっぱりその素材っていうのも、やっぱこう、豪華なものとか、キラキラするものっていうのが、好まれたんじゃないかなっていうのを思うんですよね。なるほど。まあ、確かに、それだけやっぱり手に入りづらいものでしょうし、うん、ね、制作にも時間かかるっていうのは、うん、まあ、高価なものだったんだろうなとは思いますよね。ね、うんうん、なんかその演出装置としてもなんか機能していたみたいなのは確かにそれはそうですね。うん、で、あとなんかやっぱりこう素材として面白いのはやっぱガラス絵と雲母絵っていうやつなんですけど、うん、特にガラス絵っていうのは、うん、まあ、日本でもなんか江戸時代の後期とか結構作られたりしてるんですけど、うん、ガラスの表から絵を描くんじゃなくて裏から描くんですよ。うんうん、なので、実際とね、細かく見ていくとわかると思うんですけど、描く順番が普通に絵を描くのと全く逆になる。そうか、そうか。です。うんうんうん、そうか。一番前に来るものが一番最初に描かれて、うんうん、後ろに重ねていくようになるのか。うんうん、そうなんです、そうなんです。うん、例えば、わかりやすいのは、目のなんかこう、黒目とかは、うん、多分一番最後に絵だったら描きますよね。うん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 、だけど、それが一番初めにガラス絵を描くんですよね。あ、つまり、こう、上に見えてるものからだん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 と、はい、こう、書いていくので、うん、バックグラウンドとかが一番最後に書くっていうことになる。で、そういう、こう、描き方っていうのが違ったり、うん、あるいは、それはじゃあ誰が書いてたのか。うんうんうん、で、実はその、雲母絵っていう似たようなものがあるんですけど、それはなんか本当にこう、ガラスみたいに透明なシートに絵を描いているんですけど、うん、それはおそらく細密画家が、うん、しかも細密画家ってやっぱりその、王宮とかに勤めている、うんうんうん、やっぱりなんかステータとしては、高い画家なんですよね。うん、がおそらく雲母絵は描いているんだけど、ガラス絵はよりこう庶民的なんです、実を言うとですね。なので、より、例えば村に住んでいるこう絵の得意な画工が描いていたりとか、うん、あるいは実は中国の人が描いていたんじゃないかとか、いろいろあるんですよね。面白い。そういうの調べるとですね、もうキリがなくて。いや、本当そうですね。いや、なんか僕もだって今お話聞きながら、そのガラス絵は、その確定順が逆走するのであるっていうことは、要はすなわち、一番描きたいものから順に、要は、書いていくってことじゃない。で、でももうそれって全体をもうしっかり入れてこないと、うん。そうそうそう。で、なんかね、そのプロセスのその逆走は、なんかね、心理的にすごい作用がある気がするなとかって思って、なんかそういうふうに読み解いていくとまた面白そうとかって勝手に思ったりして、これは確かに取っかかりが多すぎますね。そう。取っかかりがね、ありすぎるんですよね。ね、どこからでも登れちゃう、なんかね、偉大なる山みたいな話で。大変ですね。でもガラス絵も雲母絵もやっぱなんかその素材がそうさせるんでしょうかね。なんかすごい鮮やかに今でも残ってるんだなっていうのも感じました。うん、そうですね。特にガラス絵は、ガラスによって、まあ言ってみればコーティングされた状態になっているので、うん、なんかいつまでも、
ですね、比較的、なんかこの色鮮やかな状態が残るんですよね。光の反射とかもいい感じにこう色が綺麗に見えるようになっているんですよね。それもなんかやっぱその権力者にとってはなんかいいメッセージとして作用しそうですよね。そうですね。ただなんかまあ割れたら終わりっていうね。なるほど。あ、それもまた象徴的。なるほど。割れたらやばいですよね。本当ですね。でもまあ第一章はだからそうやって割とその素材とそのなんかそのそこに何が書いてあるのかみたいなのがやっぱり一つ出てくるなっていう感じはしたんですけど、そこから第二章はどんな風になっていきますか。そうですね。第二章はですね、うん、こう民衆になんかこう、まあ愛されていった、神様のイメージっていうことで、うん、例えば家の壁に直接描かれているような絵であるとか、うん、お寺の前とかで売られているすごい安いですね、神様絵とか、うん、あるいは土の人形とか、うん、そういうものを紹介しているんですけど、うん、つまりその描かれている素材とか技法も違うんですけど、誰のために描かれているのかっていうのも大きく変わるんですね。うん、なるほど、うん。やっぱりその、描く、そのコストがやっぱり安くなっていくと、よりこう庶民の人たちが手に取りやすくなる、うん、ってことがあると思うんですよね。うん、でそういうのをまあ紹介しています。なるほどな。誰にどう流通していくものとして、それが表現して、生まれてくるのかみたいなことになっていくわけですよね。そうですね。そのコーナーだったと思うんですけど、移動式の、カバドっていう、あれめちゃくちゃ面白いですね。あれは何なんですか？ちょっと改めてご説明いただくと。あれは、まあ、移動式の、まあ、仏壇みたいな感じなん、うん、するんですけど、はい、あれがね、パカパカパカってなんか開いていくんですよね。でそこに、なんか神様の物語が描かれているんですよ。うんうん、で実はあれは、まあ、お参りする用のものでもあるんですけど、うん、実はまあ、なんちゅうの、立体紙芝居、みたいなものなんですよ。はいはいはい、で、あれを持って、なんかそれを、こう、なんていうかな、多分琵琶法師みたいに物語を、こう、聞かせて、なんか浪曲師みたいな人がいて、で、ムラムラを回りながらですね、その物語を、こう、語って聞かせるっていうような、そういうなんかこう、芸能があるんですよ。だからそのカバドだけじゃなくって、なんかその、なんちゅうの、巻物もあったと思うんですけども、あれもそのムラムラを回りながらお話をしていくために使われたツールなんですよね。だからそれを単にその絵っていうのそのイメージだけじゃなくってそれがこうどう使われていたかっていうのも調べると、うんうんうん、なんかめちゃくちゃ面白くって、うん、なるほどな。やっぱこれ流通のあれですね。なんかヒントになりますね。なんかねですね、うん、あるいはその例えば物語っていうのが、うん、何によって伝えられたのかっていう、例えば言葉なのか、音なのか、イメージなのかってあるじゃないですか。で、もともと多分、まあ、ヒンドゥー教とかバラモン教の時代でも、例えばバラモンっていう僧侶ですよね。が、その神様の物語をこう伝えていくのは、ものに書いてたんじゃなくて、全部、言葉で伝えていくんですね。それがだんだんこう言葉に書くようになって、経典とかなっていくんですけど、もともと一番初めの物語の伝え方っていうのは、話して伝える。うんうん、でそれが、まあ、例えばこう村の中でこう物語を話して聞かせる人たちにも、まあ、今でも残っているっていう。うん、そのなんか伝えられ方っていうのも、多分その違えば、なんかこう伝わり方ももちろん違っているし。そうですね。うん、それがすごい面白いなと思って。そうですよね。いや、まさしくだって多分その口でその口伝で伝えられていくものと、うん、やっぱその、例えば文字で伝わっていくものは、うん、多分もう絶対そこで演出が変わるし、ね、多分その要はもうちょっとハイライトのあり方が物語の中で変わっていくと思うんですよね。で、それがまあある種正殿になっていくわけですから、うん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 、これはやっぱ、不可分ですよね。そこの、やっぱ、どう流通していったのかっていうことと、そのね。そうなんですね。うん。面白い。そっからの第三章ですね。第三章。はい、第三章。これは何が起きてたんですか、あれは。第三章っていうのが、実はその黒田豊さんが、うん、その一番初めに、その、インド美術に惹かれたきっかけを与えた、その、バルマプリントって呼ばれるもので、うんうんはい、これはですね、まあ、19世紀の末から20世紀初頭ぐらいに主に刷られてたんですけど、うん、もう印刷物なんですね、はい、で印刷のやり方としては赤版画っていう、まあ、リトグラフっていうふうに呼ばれるものでですね、うんはい、で、もともとそれを作った人っていうのはバルマっていうインド人の画家で、うんうんうん、それこそなんか王様とかをパトロンにして、うん
絵を描いていたんですね。うんうんうん、だけどその絵っていうのはやっぱり油絵なんですけど、当時はね、うんうん、やっぱり一部の人にしか見ることもできないし、うん、購入する人ができるのはもう本当また限られたごく一部じゃないですか、はい、うんうんうん、でそれをなんかもっと多くの人にやっぱ見せたい、流通させたいっていうので目的があって、うん、そのバルマっていう人が自分の印刷所を作ったんですよ、うん、で自分の描いた油絵を、まあ、オリジナルにして、うん、赤版画で何百枚と刷って、うん、安いお金でですね、うん、流通させたっていうのがバルマプリントなんですよ。それはそれまでは印刷してそのイメージを流通させるっていうことはされてなかったんですかね、うん、ですね、19世紀に入って、まあ、ぼちぼちやったんですけど、うん、やっぱりその、ごく少量の印刷物はそのヨーロッパ人が印刷して流通はしていたんですけど、うん、インド人自身がそういうのをこう刷り始めたっていうのはやっぱり19世紀の、うん、まあ、後半に入ってからなんですよね。バルマはじゃあめちゃくちゃ革命を起こしたぐらいの人じゃないですか。バルマはね、なんかその、うん、まあ、影響力がとんでもなくすごかったんですね、うんうんうん、でしかもその彼が描いたその神話側のイメージっていうのは今までにはない、うん、よりなんかドラマチックな、うん、なんかもうまさに物語絵みたいなイメージをどん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 生み出したんですよね、うんうん、でそれでまあ画家としてすごい有名になった人なんですけど、その同じイメージが自分たちもなんか手に入れられるんだっていうので、うんうんうん、爆発的に人気が出たんですよね、うんうん、でこれのそのこう枚数が何百枚とかで、うん、今までのなんていうのかな、こうどんな素材とか技法より大量に安く印刷できるんですよ、うんうんうん、なので本当に例えば今までね、なんかそのカースト的に例えばお寺に入れない人とかもいるわけですよね。そういう人たちも何とかしてそういうイメージを手に入れて自分の家に飾ってお参りできるっていう風なものになったんですよ、うんうんうん、だからそのいわゆるこうどん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 その何て言うのかな、宗教画のイメージが民主化されていくっていうことなんですよね。いや、ちょっと話聞くほどに、バルマ、そうですね。バルマ、ちょっと、そこでようやく、本当にもう庶民一人一人、家の中でもお参りができるような状況になったってことですか？でもそれでも、まだやっぱり、その、印刷物ってかなり安くなったんですけど、うん、だけども、やっぱり高いんですよね、まだね。うん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 、だからやっぱり、本当に最底辺の人まで、それをなんかこう入手できたかどうかは、ちょっとまだ微妙かなと思うんですよね。やっぱ中流くらいの人が買う。で、しかもそのインドの人はそれを買ってそのまま鑑賞するんじゃなくてお祈りに使うんですよね。礼拝するんですけど。で、そのためにめちゃくちゃデコるんですよ。ほうほうほう。で、今回はあんまりデコってるものは展示してないんですけど、うん、なんか例えば服とかをシルクのやつを貼り付けたりとか、うん、もうキラキラするなんかザリって呼ばれるものをつけたりとかして、うん、もう、うわーって飾る、うんうん。で、やっぱりうちらもやっぱお坊さんとか、お坊さんじゃない、お地蔵さんとかになんかこう着せるじゃない。うん、あ、確かに。帽子つけたりとか。そうですね、うん。ついやっちゃいますよね。やっちゃうでしょ、うんうんうん、でそう、同じなんですよね。うん、でもうめちゃくちゃデコって、で、うん、なんかこのお祈りとかするんですけど、やっぱりデコるのにさらにお金かかるんですよ。確かに。あ、なるほど、キラキラしてますもんね、展示されてるの。そこそこ行くんですよ、実は。あの展示の中でね、それこそその平面の絵に全く同じビジュアルで、あの片方はすごくデコってあるやつが、うん、あの並べて展示されてあったから、これはなんじゃらこと思ってたんですけど、そういうことだったんですね。実はそれ3枚同じイメージをこう並べてるんですけども、うん、はい、一番左に置いてるのは、実は一番初めにバルマーが、うん、印刷したものなんですね、うんうん。オリジナルプリント。オリジナルプリントに近いですね。うんうん、で、二つ目は、そうじゃなくて、10年後、20年後ぐらいに刷られたバルマーのプリントで、うん、それはバルマー自身が刷ってなくって、うん、実はより安価になっている。うん、なんでか安くなったかっていうと、リトグラフって、なんかこう、色を、まあ、刷るんですけど、多色刷りなんですよ。うんうん、で、バルマーさんは、やっぱり自分の油絵のオリジナルをなるべく忠実に伝えたいので、うん、その版をですね、だいたい10版以上、20版弱ぐらい使うんですよ。うん、でそれだとコストがかかりすぎて、はい、実を言うと、バルマのさんは10年ぐらいで
なんかちょっとこう、経営が立ち行かなくなっちゃって。革命児なのに。やっぱりね、うん、アーティストは無理なんですよ。表現をね、したいからね、やっぱりね。やっぱりね、運営できないんですよね。アンバランスなものになっちゃいますよね。そうそう。それで、その印刷所を売り払って、うんうん、で、今度はドイツ人の人が経営するんですけど、うん、いや、その人は、いや、こんなお金かけてたら、もう無理やろっていうので、その版の数を10版以下に下げるんですよ。なるほど。二つ目になってるのは10版以下で刷られているので、よく見ると、実はコントラストが結構強くなったり、はいはい、微妙なディテールが表現できなくなっているんですよ。うんうんうん、で、三つ目にそのちょっとデコっているやつを展示しているので、はい、いや、そこまでちょっとね、あまり説明そこまで書いてないですけど。そういうことでしたか。はい。いや、でも面白いですね。ね、そうやって分かると、あの、画然見え方がまた変わってくるので。うん、だし、伝わり方もね。いや、すごいな。いや、でも、いかにそのバルマープリントっていうのが、うん、あの、もう本当にその、あの、民衆におけるその信仰の革命が起きたことなのかっていうのが、うん、すごい分かったのが、ちょっと驚きでした。だってもう以降多分その要は神々の姿をイメージする、ある種その、現象的な形みたいなものを、再定義して流通させたわけじゃないですか。そう、そうなんです。みんながもうイメージする神様の形をもう一回作ったっていう。そうなんですよ。偉いことやりましたね、この人ね。偉いことやっちゃったんですよね。だから今、その、第、まあ、5章とか、現代のところには、うん、なんか新しい、あの、プリントとかも展示してるんですけど、うん、よく見ると、あれこれなんかバルマープリントと一緒みたいとか、うん、結構あるんですよね。すっげえ。うん。ちょっとバルマすごいポイントがあったんだね。うん、ちょっともうこのバルマだけでまたちょっと別の。それは黒田さんもそれはね、入ってきますよね。そうなんですよ。魅力をね。で、なんか黒田さんお話聞いてたら、その当時はやっぱりこう、あのまあなんかそういう古いお店とかに行くと、ブワーってそういうのが売ってたんですって。だからもう大量にそこでもうなんかこう何十冊とか、何十枚か、バーって買って、行かれたっていう話してました。うん、宝の山やでつって。ね、あのね、ブックオフ行ったらね、すげえもんがたくさんあったからもうまとめ買いしましたみたいな。ね、そんな感じかな。同じサーションのところになんかあの、マッチのプリントのデザインとか、なんか日本で作られた陶器みたいなのもありましたけど。なんかですね、まあ、やっぱりその、このバルマプリントの時代って19世紀なんですけど、やっぱりインドって、まあ18世紀頃から、まあイギリスとか、他のヨーロッパの国がいろいろ入ってきてるんですよ。うん、だから、実言うとその商品とか、その物の流通っていうのがインドだけじゃなくって、もうグローバルなんですよ。めちゃグローバルで、ドイツで刷られるものがあったりとか、日本で刷られるものが入ってきたりとかしていて、そのなんかその影響関係っていうのがインドの中に閉ざされてないので、うん、見ていくとめちゃくちゃ面白くって、うん、例えばマッチラベルにしても、実は、マッチラベル、まあ、その、なんていうのかな、表紙みたいなもんですけど、うん、そうやってインドでは作られてなかったんですよね。うん、で、そもそもマッチの、マッチ棒のあの木材っていうのが、やっぱインドでは、入手できない。うん、で、高温多湿なので、うん、なかなか製造に、こう、あの、製造できない。はいはいはい、だから当初は、なんか北欧で、なんかマッチって作られてたんですよ。うん、だけど、第一次世界大戦があって、ヨーロッパがもう貿易とかできない。うん、そこにピュッて入っていったのが日本で、だから第一次世界大戦後ぐらいから、日本で作られたマッチとか商品っていうのがインドにブワって流通したんですよね。面白い。で、その時にその仲介していたのが、実はインド人の商人で、うん、で、そういう人たちは大体、その時当時は神戸に住んでた。うん。うん、で神戸に住んでて、その、例えば、マッチだと、例えばその関西とかで作ってたのかもしれないし、うん、それ以外にもその、陶器の人形とか、うん、そういうのは例えば瀬戸とかに行って作らせたりとかして、うん、でそれをインドに送ってたんですよ。だからそういうのを見ると、うん、なんかそのインドだけじゃなくて日本のその時の状況であるとか、うん、だから実際そこの商品作ってた日本人が、例えばマッチラベルの絵とか描いてたので、うんうん、なんかそういうの見るとめちゃくちゃまた面白いのがどんどん広がっていっちゃって。本当ですね。もう止まらないというか。ねえ。やばい。バルマーがイメージした、その図像を日本の19世紀の誰かがそれをなぞらえて描いてたわけでしょう。すごいなぁ。響き合うね、歴史がね。いや、面白い。もうみたいなね、ことで、もう今すごいお腹いっぱいでしょ、はい、ところがよ、この展覧会のですよ、我々が一番やっぱりドスンときたのが第4章ですよ、はい。そうですね。はい。ヒンドゥの神々の初層、はあ。ついに来た。ついに来た。先生、これはどういうブロックですか？これちょっと。まあ、これはですね、はい、ちょっと、実は、展覧会始まって、見ていかれても、
なんかその神様、この神様何っていうか、はい、きちんと説明してなかったんですよね。はいはい、っていうのに思い立って、はい、いや、これはちゃんと説明しなきゃいけないと、はい、いうので、あの神様別にですね、はい、ちょっとこう分類して作品を展示してます。はいはい、もうここがね、あの沼オブ沼です。あの、なんか様々な作品とかね、はい、あの、例えば漫画とかでこう使われたりとか、なんかゲームとかでね、はい、取り上げられてる、最近本当に特にあるので、はい、名前ぐらいは、そう知ってるわけですよ。そう。柴神やろとかね。ラグマやろみたいな。そうそうそう。あるんですけど、うん、その人たちがどういう神々の関係性にあるのかとか、うん、およびそういうどういうエピソードがあるのかみたいなの知らないわけじゃないですか。うんうん、これがまあ、つまびらかになって、明らかになるわけですけど、これは大変な仕事でしたね、中尾さんね、これね。いや、もうどこも大変なので、もう、もう本当に、もうあれなんですけど、ええどうです？逆に、どの神様がこう気に入ったとかあります？あの、まあ、まず本当にあの、ちょっとさっきにもあの話出していただいたんですけど、うん、やっぱその神々のあり方が、うん、とにかく人間臭すぎるというか、うん、あの、もう全然性的なものでない、あの、むしろどっちか言うとダメ人間っぽいエピソードの方が多すぎて、うん、だし、加えてすごいいい加減なんですよね。なんか、思いつきでやっちゃってんなっていうのが。そうそう。なんかで、なんならもうその、あの、見終わったと言ってたんですけど、うん、すぐ生み出すし、すぐ混ぜて、なんか、すぐなんか、なんか、破壊して、想像するみたいなことを言ってたんですけど、ねうん、なんかそういう、なんかダイナミックな、そのなんか、人間臭さがもうなんか、あの、人間臭さが神話的になってるみたいな、うん、このあり方にちょっとやっぱまず圧倒されました。うん。ねえ、なんかもう、ほんといくつも、なんだこれはみたいなお話があるんですけど、うん、なんかやっぱ、あの、こう、ヒンドゥー教が、こう、どんどんと発展していく段階で、はい、まあ、ともと、まあ、ヒンドゥー教っていうのは、その、バラモン教で、アーリア人のための宗教だったわけですよね。うんはい、それが、こう、インドのため、インドの人たちのための宗教になっていくのに、はい、いろんな、こう、地方の物語とか神様を、こう、吸収していくわけなんですよ。うん、なるほど。だから、例えば、シバにしても、うん、元からその、シバの物語があったところに、いろんな、その、違う神様の物語が、こう、合体していくわけなんですよ。で、それも誰か一人が、こう、ヒンドゥー教の、こう、開祖とかいないから、うん、誰かが、シバっていうのはこういう神様ですよって統一見解を述べているわけではなく、うん、いろんな人たちが、うん、これがシバだ、これがシバだって、いやいや、そうじゃないっていうのが全部ぐしゃっとなってる。すげえ。だからこれを合理的に理解しようとするとちょっと無理で。無理ですね。もうそもそも破綻しているんですよね。うん、破綻、言い方は悪いかもしれないですけど、うん、それをそのまま受け止める、うん、広い心が。まあ必要ですね。なるほど。すげえ、オープンソースだ。あ、でも今すごいなんか、ね、うん、流品学だったと言いますか。なるほどなって思いましたね。そういうことか。しかも、うん、その、シバを信仰している人が語るシバのイメージと、うん、違う神様、例えばビシュヌ神を信仰している人が、うん、話すシバの物語とか世界観ってまた違うんですよね。はいはいはい、はい。つまり、シバを信仰している人はやっぱりシバナンバーワンじゃないですか。シバ士官ですね。そうそうそう。ビシュヌを信仰してるやっぱビシュヌナンバーワンでしょ？そうでしょうね。一番だから、うん、もう全部がもうビシュヌ中心の視点になってくるわけですよ。はいはい、そりゃそうだ。何やっても結局はビシュヌがやっぱり立派だからとか、ビシュヌがやったんだよっていうふうに。はい、うん、でそこのなんかこうせめぎ合いとかね、うん、いうのを見てるとちょっと面白いですね。うん、面白いですね。でもあの成り立ちがそうだとしてで現れがこうなってるってなった時にそれで成立するんですかね。そのようみんなはその地盤においてちゃんとその信じ続けることができるというか、そのちゃんとそのなんだろう、その人たちの例えば倫理観だったりとか何かをちゃんとこうなんかこう指し示すものとして機能するのかがもうわかんないですね、なんかね。どうなんですか、ね、もうわかんないんですよ。ねえ。だって、極論要はみんな言ってることが違って。いやでもさ、ほら、うん、やっぱ人口も多いじゃない、うん、で、多分言語体系もたくさんあるんですよね。そうですね。うん、はい、いい意味で、うん、やっぱ仲間側はある程度いるんじゃないそれぞれ。なんか、ね。だからもう、各コミュニティごとで、うん、その認識が違うということをあらかじめ了解して、なんじゃないの、運営されているってことなんですかね。そうですね。まさにそうだと思います。すごいですね。うん、すごい。だからもうキリスト教徒、なんか、これなんかヒンドゥー教とかをどういうふうに理解するのかっていうのが、うん、なんかこう興味がありますよね。日本人はまだやっぱ矢をよろずの神とか、うん、仏教
とヒンドゥー教のなんかつながりもあるので、うんうんうん、なんとなく、うん、なんかこう、まあ、許せるというか、でもこれは一神教の人たちにとってはどう、どう映るのだろうかっていうね。そのやっぱりこう、やっぱりその人たちのこう、信仰っていうかこう考え方の元になるとこなので、うん、やっぱこんなにこう、宗教観が違うと、やっぱ考え方もやっぱ全然違うし、うんうん、例えばアジア美術館のすごく大きなテーマとしてはこう近代っていうものを考えるんですけど、はい、やっぱ近代ってヨーロッパの人が作り出したシステムであるアイデアなんですよね。うんうんうん、だけど、こんな全く宗教が違う人が、また新しい世界の未来像を考えたときに、同じであるはずがないですよね。そういうのも、なんかこう、いろいろこう考えさせられて、なんか面白いんですよね。いや、なんかその、やっぱその、ある種のその一神教の、なんか難しさみたいなものがやっぱり露呈してるのが割と今の世紀だと思ってるんですけど、その、ともすればやっぱそれは何かの権力構造になるし、全体主義的になるし、みたいなことの中で、なんか新しいその信仰のあり方って何なんだろうみたいなことを考えるときに、なんかここに、それが正解なのかももうわからんけど、こんないい加減、まあ、積極的な意味で、いい加減な状態でも、なおその要は人はよく生きる、指針として、それを採用できるっていう、このあり方にはね、なんかちょっと僕、希望を感じますよ、なんか。なんかやっぱりこう、ヒンドゥー教を取り上げるときに、例えばカーストの問題とか、あるじゃないですか、うんうん。で、そういうちょっとこう、その、外部の人にとっては、なんでこういう制度とか、信仰がまだ残っているのかなっていうのが、なんかわからないところがあるし、はい、なんかあるいはこう積極的に批判している人たちもいるんですけど、うん、なんかそういうなんかこう判断いいか悪いかっていうのを一旦こうちょっとこう保留しといて、うんはい、どうあるのかっていうのをこうまず具体的にちゃんと見ていくっていうのがやっぱりすごく大切なんじゃないかなと、うんうん、そうですね。なんかこうね、こう白黒こうみんなつけたがるんですけど、うんうん、なんかちょっとそれちょっと置いといて、うん、もうちょっとゆっくり、うんうんなんかちょっと受け止めようよ。はい。みたいなのが、うん、僕なんかやっぱりこう、ヒンドゥー教の、なんかものとか見るときにでも必要なのかなっていうのは感じるんですよね。うん、そうですね、うん。なんかその価値判断にも、要は、のところに持っていくんじゃなくて、その前の段階の、なぜこのようにあらねばなかったんだろうっていうところをこう、丁寧に触りに行くような姿勢ですね。そうですね。いや、もうね、その奥深さはね、うん、で、やっぱそこで繰り広げられている、一つ一つのエピソードの面白さはね、うん、もうちょっとでも強い、強いんですよ、ね。これはもう見に来てほしい。めちゃくちゃ面白いですね、うん。で、最後ですよ。これ第5章。これがまたちょっと面白いコーナーでしたね。これはちょっとどういうコーナーだったか。まあ、印刷物としては、その、バルマーが作ってたのは、リトグラフなんですけど、はい、現代はもうオフセットで刷られています。うんで、結構やっぱりその、色がすごく鮮やかになるし、で、オフセットだと、そうだな、なんかやっぱ面白いのは、なんかバルマーが作ってたイメージっていうのに似たようなものが結構あるんですけど、うん、さらにそれを超えてくる、なんかまたちょっと、奇妙なというか、うん、面白いイメージがどんどん出てるんですよね。うん、でそれを、ちょっとなんかまあ、見つけてもらうたいなっていうのが一つはあります。うん、なるほど。なるほど。まあ、ある種だからもうその定型化したというか、ある程度その要は、流通したその一般的なイメージから、まあそのオリジナリティだったりとか、うん、より、やっぱその力強くとか、なんかそういうような意図を持って、こう、ねじれの現象が起きるというか、強調されたマニュリスム的なような表現が起きてくるわけですね。そんな感じですよね。あとやっぱりその、オフセットになると、やっぱりこう CG 使ったりとかしてるんですよ。うん、だからやっぱ技術的に言ってやっぱデジタル化が間違いなくこう進行していて、うんうん、だからその作られているイメージも違うし、それの流通の仕方っていうのもやっぱ全然変わってくると思うんですね。インターネットとか。確かに。うんうん、だから例えばそのアメコミとかで、なんかこう、インド主題の物語が作られたりとか、うんうんうん、それを、実際にそのインドのクリエイターがそれを担っていたりとか、うんうんうん、そういうことが今、起き始めているんですよね。うんうん、でやっぱりその、なんかちょっと インタビューというか、図録にも載せれたんですけど、そういうインド人の人で、そういうアメコミの産業に関わっている人っていうのがいてですね。うんうん、で、その人はやっぱりこれからインドってやっぱ人口も多いし、そういったテクニックとかもどんどんこう発達していくので、うん、これからやっぱりなんかそのインドがなんかアメコミに変わる市場を開拓するんだみたいな、力強くなんかこう言ってはったんで、うん、それはちょっとこれからどうなるんだろうっていうかね、うん、すごい楽しいですね。これこの
の状況っていうのが、やっぱりこう全く新しいやっぱ文化的な状況とか、うんまあ、政治的にも、うん、なんかいろんなものを生み出しているので、うんうんうん、なんかまあこういうまあ作品を通して、ちょっとこう、うん、こう間接的に、なんかこう見ていくっていうのは、なんかこう必要なのかなと思いますけどね。うん、すげえ。土器から始まって、いやそうっすよ、ポップカルチャーの流通の現在まで行ったわ。うん行きましたね。これは中尾さんすごい展覧会ですね。いや、本当に。これ、一度じゃ多分ね。もう断言します。うん、これ無理、無理です、無理です。これはもう会期中ね、やっぱね、うん、最低でもやっぱ2回ないし3回は必須。うんうん、なんなら、一個ずつ掘り深めるんだったらもう10回ぐらい来ても全然大丈夫。そう。耐久性ある。いや、でも、まあ、図録も、まあ、頑張って作ったんですけど、うん、やっぱりこう、まだまだこう、もうこぼれたものがいっぱいありすぎて、うん、多分なんかこう、ね、その、なんていうのかな、三好さんが見られると、また全然僕らとは違うところを発見されると思うし、うん、なんかそういう展覧会であるのかなっていう気は、もう全然僕らの中で収まってない感じ。うん、でもこれはもう、アジビのこのヒンドゥーの神々、はい、ユニバースのビギニングですから、うんビギニングですね、やっぱこれ一本目見とかないと、そうすね、それ以降のね、エピソード見づらくなるから、ねうん、みんなやっぱこれまずね、一本目見といた方がいいですよ、これ。そうですね。今後ドラマシリーズになっていくので、これね。また、まあ、枝分かれしていく可能性もありますしね。本当ですよ、うん。アジア美術館、ヒンドゥーユニバースがね、ついに始まる。始まりましたね。ちなみに今、ほぼ確定しているのは、来年の秋ぐらいに、うん、なんか大阪の、国立、民族学博物館って、はい、いわゆる民博って呼ばれてるとこあるんですけど、はい、が、これの、ちょっとこう、さらに違う作品とかも加えて、ちょっとバージョンアップしたものが、うん、展覧会として、ほら開催される予定です。シリーズ始まっとるよ、これもね。ユニバースも始まっておりますよ、これ。これはもう見届けねばなるまい。うん、ですね、うん。そしてその度に僕らは新しいヒンドゥーのエピソードを、いや、そうですね、うん。自らに増強しながら、いや、ちょっとやっぱ、ちょっと悔しさみたいなのもありますよね。全く知らなさすぎたっていう。うね、出遅れた感いや、ありますよね、もうすでにね。いや、もうこれはもうね、うん、皆さんにやっぱこの出遅れたっていうね、実感から始めていただくのがいい。ですね、うん。負けてなるものかっていう、そのモチベーションでね、ぜひみんなにも楽しんでいただきたい。はい。いや、これ最高に面白い展覧会ですね、これ、ね。はい。はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様。お引越しが決まったら明治産業へご連絡を。アプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたします。お引越しのガス電気のお問い合わせは明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する明治産業。